ジャンポール・プナンはフランスの指揮者、サンディジへ生まれ、1972年から1980年にかけてストラスブールやパリ、さらにフルブライト小学生としてサンフランシスコにて学んだ。同時に文学修士号及び生物物理学博士号を取得したプナンは、1972年から1978年まで、 ストラスブール大学還元楽団を指揮し、同学団を率いて、ヨーロッパユースオーケストラフェスティバルや南米などへ演奏旅行を行った。1979年に民主音楽協会主催の東京国際音楽コンクールに入選して注目を集め、その後ストラスブールフィルハーモニー還元楽団にて、 アラン・ロンバールのアシスタントを、ついで1990年から1994年まで、ウィーン国立歌劇場にて、ドリン・マゼールのアシスタントを務めた。1993年には、クラクフ国立フィルハーモニー還元楽団の主席客演指揮者としての貢献を称え、ポーランド大統領レフ・ワレサより、ポーランド共和国功労勲章を授けられた。 1990年にはアムステルダムのコンセルトヘボーにて前年にニューヨークでピエール・ブーレーズによって世界初演されたメシアンの天より来たリストを作曲家の立ち会いのもとヨーロッパ初演をしこのコンサートの模様はテレビ中継されたジャンポール・プナンはまたこのコンサートにおいて竹光・トーレのオーケストラとビオーラのための作品ア・ストリング・アラウンド・オータムも指揮した この後、ベーレンライター出版社は、ユネスコとフランス大統領府の講演の下、ジャンポール・プナンに、当時装甲が発見されたばかりだった、ベルリオーズの、荘厳ミサ局のフランス最初演を委託する。ジャンポール・プナンはこの作品の世界初録音を1993年10月3日、ベズレーのサント・マドレーヌ大聖堂にて行い、その後は、 ラコートイコールサンタンドレでのベルリオーズ音楽祭や、ブエノスアイレスのコロン劇場など、ヨーロッパやアメリカなどの各地で、この作品を指揮した。2000年9月8日には、プラハ放送交響楽団を率いて、欧州文化首都の一環として開催された、ドボールザーク音楽祭の開幕コンサートを指揮し、このコンサートは、ラジオ中継された。同オーケストラとは後に、ツアーで、ベルリオーズの、 キリストの用事も取り上げている。バルトークとドビュッシーを取り上げたドレスデンフィルハーモニー還元楽団とのコンサートは24カ国にラジオ中継され、その後プナンはシュターツカペレドレスデンを指揮すべく全パーオッパーに招聘された。また2009年9月8日には三力絵音楽祭においてフランスはフェトのスターバト・マーテルを初演した。プナンは 音楽史より隠された名作を発見する音楽家と考えられている。ベルリーズの荘厳ミサとベートベンのカンタータ2作の他にも数多くのオペラの世界初録音を行っている。バロックおよび後期バロックに精通している。彼は、例えばベルサイユ宮殿の新オペラ劇場お年のためにルイ16世によって移植されたサッキーニのオペラコロンヌのオイディプスを録音している。 オペラムジカのジャンポール・プナンの経歴、ありがとうございます。